組です。ここはここ、じゃあちょっと待ってください。3組です。こんにちは、ブザーのナンバテリオ、今週も始まりました。誰というわけで、この度ですね、ブザーに、新たに加入しました、アンカンです。よろしくお願いします。今日は、ブザーの、ハロウィンイベントということで、新宿レニーにやってきております。渋谷バイブスのカンカンがなぜ来ているのかというと、抜き打ちで私服チェックしていきたいと思います。まだね、メンバーが会場入りする前ということで、ちょっと会場入りするタイミングを狙って仕掛けに行きたいと思います。それではレッツバイブス。さあ、メンバーどんな格好してくるんでしょうかね。ちょっと楽しみですけども、はい、頑張っていただいてね。今何してると思いますか。息吸ってます。息吸ってます。小学生レベルだね。急に何ですか。今ね、私服チェックします。ありがとう。というわけで、今日もチップチェックをしてやっていきたいと思うんですけども、グラビート2つですか。あ、そうですね、まあ、黒を基本的に好きなんで、黒の服ばっかり。黒で、マスクも黒でということで、もう合わせてきてるって感じ。基本がこれなんです、はい、普段メガネはしないですね。しない、確かにしない。いつもは常にコンタクトしてるんで、メガネしないですね。ハロウィンで、あの、カラコンつけるんですよ。だから自分のコンタクトをつけれないので、今はメガネで来てる。本番に備えて、そうです。しっかりバッチリ準備してるということですね。続いて会場入りしてきたのは、フワちゃんですね。一緒に来ました。あ、一緒だったの。一緒に来ました。はい、というわけで、出会った頃からおしゃれ番長なイメージが、いや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 。早速、ファッションチェックしていきたいと思います。じゃあちょっとズバリ今日のファッションのポイントをお願いします。清掃。清掃、それはやっぱ黒中心な感じで。黒ですね。あ、でもパンツストライプ入ってますね、これね。あ、ね、あ、これあれか、ちょっと折り目がついてるっていう感じで。あ、そうっすね。模様になってる感じですね。そうっす。しかも革靴。革靴、清掃なんで。じゃあバッチリ決めて、気持ちを締めて、今日はもう清掃で行くぐらいの意気込みのイベントってことですね。そういうこと。ハロウィーンですから、ハロウィーン見せていただけるということで、大事にしていきたいと。クリーキーになった。じゃあ一緒にね。今は何も出ねえよです。あー、おはようございます。朝早いですね。はい、というわけで、はい、バックに来ていただきました。おはようございます。久しぶりだね。久々だね。見ましたよ、ザ・ビーターの MV。 あー、ありがとうございます。お主、押されとるな。いや、まあ、あの、あれね、初めてなんよ。ジャンプも決まったね。あ、そう、ありがとうございます。まだ見てない人はぜひ MV YouTube にありますので見てください。よし、というわけで、はい、ちょっと私服の方をチェックさせていただきたいと思います。みんな黒ばっかりなのよ。てか、ルザーは大体黒。もう本当にリハとかの動画見てると全員黒だし。あ、おっかさん、グタじゃないよ、トラだよ。あ、トラさん、トラさん。シルクじゃないから。ファッションのポイント教えていただいてもいいですか。ポイントか、まず、あの、これ同じブランドなんですよ。お、で、はい、これはまあお気に入りのやつなんですけど、要は事故があって、お、その電車でこれ裏の反対だって気づいて。おっと、初めてじゃなくて前もあったの。うわ、やべえ、恥ずかしいと思って。で、タクシーで、あの、運転手さんに見られないように、もう速攻でこうやって着替えた。タクシーの中で着替えた。おはようございます。おはようございます。ブザーの何も出ねえよです。久しぶり。いや、誰かって久しぶり。誰だって聞いて。カンカン。ファッションを、評価します。あなたか。はい、いや、また黒か。お主も黒か。ちなみにこの方は知らないね。この方知らない。知らないね。でもなんかちょっと黒の皮に
指紋にも文字書いてありますね。ちょっとこれなんて書いてあるんですか、これ。これどうこのやめてくれる？え？ほどくんやめてくれる？なんて書いてあるのこれ？もういい？ちょっとじゃあ話そうか。やだな。めっちゃ久しぶりだし。やだ。久しぶりだし。やだ。おはようございます。お久しぶりです。ここはじゃあちょっと待ってください。はい、というわけで今、抜き打ちでメンバーのシップチェックやっていただいております。いいよ。はい、ポーズってください。これ、どこのブランドとか、なんか、ブランド分かんなくて、セレクトショップで、え、いっぱい書いてある。セレクトショップで、ちょ、パンツ、あ、足がほっぱい。バッグ、バッグがもう高そう。中で一番高い買い物です。おメンバーみんな一緒に買いに行った時についてきて、チェガチェーみたいなめっちゃ煽られて、バンギンやんいいですかこの高いの。あ、すごいすごい、すごいすごい。いやいや、預かり、預かり、ある、ある。あ、それじゃあ本日もありがとうございました。いやいや、絶対それはダメな感じです。おはようございます。おはようございます。じゃあ足がツルツルやな。で、今ですね、はい、抜き打ちでメンバーの私服チェックを、はい、うわ、マジかマジか。超ラフなんですけど、ちょっとコートかけていただいて、ちょっとどんな感じか。コートの中、コートの中、え、ダメですか。え、いいね、いいね。ちょっと待って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 、落ち着いて落ち着いて、カメラ回ってるから、カメラ回ってるから。待って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 、いや、本当に安心して、あ、入ってるから、安心して、入ってる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 。夢から覚めてもブザービーター鳴り響いても、消えない消せない想いが詰まってる。君の笑顔がそばにあるから、何度だって目を語ってゆこう。キラリと光る星たちのよう、そんなわけないじゃん。
組の19363当たって、お前らやばい、本当に本当にいいじゃん、本当にてってーいや、ダメだよ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 、もうやばい、すいません、あの、ドキです、あ、もうちょっと待って、いや、ダメあ、当たり前じゃん、そんなの、え、誰が仕掛け人なの、え、これ嘘、お前だけ、え、これもだからその番号書いてあるやつをそこにあげ出してる、そうだよ、いやいや、ダメだよ、ダメすぎでしょ、はうんだよ、え、奇跡の瞬間だと思ったんだけどねえ、まあ、もう、まあ、もうやだ、お前は多分あれだよ、武山史上で一番感情を表に出したこれ全部ね、合計1600円は当たってるらしい、おい、いいじゃん、え、やったよ、え、え、え、いくらだっけ、投資、え、7000か8000は当たったよ、あ、はい、お疲れ様です、え、でも俺当たったよ、2枚ほら、下1、え、でもこれで600円ってことでしょ、そうそうそう、なんだよ、チェックも買えないよなんやねん、なんやねん、これ、6等当たってるから900円でしょ、チェックも買えないよなチェックも買えないよな、お前2個あったよ、2個あったよ、300円と300円、あ、1枚取れるだけどライブ会場にはこれこれライブは見れんまあ当たらないわな、それ当たらないわな、でも楽しかったな、楽しかった、はいはいはい、夢を見させてもらいました、宝くじ企画以上でした、ありがとうございます、リベンジでしたね、これリベンジだな、頑張ろう。